長野、昨日はヒット1本でした。昨日は1回に巨人が3点を先制する展開でした。宮崎県日南学園高校出身です。ドラフト6位で入って3年目、昨日21歳を迎えている中崎。一二塁間ライトへ抜けた。坂本は三塁を蹴っている。ライトからノーバウンド返球、ベースタッチしている。先制点はジャイアンツ、長野のタイムリーヒット。今日も1回にジャイアンツが先制です。ライトへの打球でした。ライトの松山が前に来て、このバックホームです。ちょっと高かった分ですかね。ね、ワンバウンドで正確にということなんでしょうけどね、はい、球王としては回り込んでベースタッチをしました。いや今の1